では本日の映画お願いします。ミステリーという中で、はいはい、須田まさきの、はい、そうですね、はい、これテレビでやってたんだよね。そうですね、はい、うん、それで場所は広島、うんうん、広島だから、はい、あれだよね、いろんな広島の名所が出てくるからまあ、 あの広島の近辺の人は面白いんじゃないのこれ。ああ、まあ、確かにそうですね、うん、ご当地でね、はいはいはい、まあ、私なんかあんまりよく分かんないからさ、あの出てくるところでね、まああの、うん、宮島ぐらい知ってるけど、あ、うん、そうです、うん、それでだからミステリーという中でっていうその題名がそもそも示してるんだけど、はい、ミステリーじゃないよこれなミステリーだともうちょっとさ誰かだ誰かだと思うのあるじゃん。そうですね、うん、あ、まあ正直に言うとすごい分かるよな、なんか登場人物からこれだろうとだからミステリーという中でって言ってんじゃないの。なるほど、うん、だからあれはあの須田まさきがさ、はい、のいや、まあね、もじゃもじゃのね、はいはいはい、あれがまあ味を出してるんじゃないの。はいはい、そうですね、うん、だからまああのミステリーという中でだからミステリーと思って見ちゃうと、うん、あれだよね、あ、こんなもんかと思っちゃうからで、まああれだよね、あのご当地のいろんなね広島のね風景が出てきたりしてね、はい、まあ、面白いあれかなと思って見るんじゃない。なるほど、そうですかそうなんですね、わかりました。じゃあこれは星は、まあ、3.5 でございます、ね、私は別にあの須田まさきはあの結構好きな俳優だしね、ああ、うん、あのアルキメデスのなんとかって、ああ、彼ね数学好きなんだよね。ああ、そうなんですか。だからあの数式なんか全部分かりながらベアーってやってるって。へえ、うん、ああ、すごいですね。そうか、普通の役者さんって数式書けっていうのは書けないんだよね。まあそれそうですよね、うん、彼書けるんだよ。ああ、そうなんですか。そうそうそう、ああ、それは知らなかったです、はい。